お姉ちゃん、お姉ちゃんは？もう大丈夫だ、美丸。何も心配することはないぞ。お姉ちゃんを、お姉ちゃんを。心配するな。雪見は必ず助け出す。楓、雪見がどうしてこの子を可愛がっていたか分かるか？戦国大名の姫として生まれ、小さい時から政略結婚の道具として育てられた雪姫には自由なんて一つもなかった。だから弱いものを見ると自分と同じように思え、放っておけなかったんだ。今の世は強いものだけがのさばりやがって。サマノスケ。そうだ、夢丸、お前に世界を見せてやろう。世界？うん。4年前、俺は叔父の光秀に勧められ日本を飛びました。海の向こうで俺は肌の色も言葉も違う多くの人間と出会い、日本では到底経験できない体験をした。夢丸、世界にお前の知らないことがいっぱいあるぞ。自由がある、希望がある。それをたくさん見てこの国のみんなに教えてやるんだ。小さな領土で争って戦なんかしてもつまらねえってな。助けて。誰だお前は？ご正室、初姫様の腰元でぬいと申します。雪姫様が地下に。しっかりしろ。楓、残された時間はあとわずかだ。俺は雪姫を助けに行く。この腰元と夢丸は頼んだぞ。わかったわ。